はい、どうもゆんぴーです。今日は回想名場面をやっていきます。回想名場面へようこそ。あれれ、おじいちゃんが何か話してるみたい。うん、誰かに似てるような。ちょっと覗いてみよう。これでよし、いいやんす。ほうほうほう、85年ほど前の先生ジャスミン学園の甲子園優勝について聞かせてほしいでやつね。オイロヒットに素晴らしいプレイ連発の名場面満載の甲子園だったでやんす。どうやってオイラたちがあの栄光をつかみ取ったのかを振り返っていくでやんすか。やべくん、変な格好してるんだ。誰のことでやんすか。ほうほうほうでやんす。いや、どっからどう見てもやべくんでしょう。何を言ってるのが多い。わしにはわからないのじゃ、でやんす。今、おいやとしの栄光を振り返っているんでやんすよ。俺たちの栄光、栄光も何も、まだ何も。指示でやんすのが、いいから始めでやんすよ。名、なの、名場面を回想するでやんす。でくて。だからどういうことだってばよ。あれ、少し意見が気違っているような気がするけど、大丈夫。おじいちゃんはどうやら聖ジャスミン学園の講師に一緒についてここで回想するみたいだね。あ、そうだ。聖ジャスミン学園の講師に一緒までの名場面を回想するみたいだから。お手伝いし一緒に回想すればおじいちゃんのことをよく知ることができると思うよ。え、あれはおじいちゃんじゃなくて高校球児のやべくんだって。どっからどう見てもおじいちゃんだよ。だからお手伝いしてあげるよね。というわけで聖ジャスミン。うん。ここは。回想名場面のイントトップだよ。あ、そういうやつか。やべ、これもう結構やってないわ。シーンを2つ目で見ないと気がするでロックされちゃうんだって。いや、ロックされてた。いや、最初からやりたいんですよ。今、チャリンが減っていく。2年10月4週練習試合か。女子バカ野球で、捜査方針に続けかどうかも分からなかったおいらたち。練習試合でもだけ韓国さんがやらなきゃいけないのに、チームからやる気は感じられなかったでやんす。で、聖ジャスミン学園の超高校級に辛いこと、ひろみちゃんは極めてやがったでやんす。チームのみんな引っ張る、目を覚めるような素晴らしい時を見つけたでやんす。ほう。しやるかな。今日の練習者の相手はバスティン高校だ、うん。みんな気合入れていくぞ。楽勝だな。はい、みんな、やっぱりみんなから野球は感じられない。あんなこと更新してる気がどうかはまだ来ないじゃないですかね。そういう感じか。キャプテン、今日は頑張る。更新に来ても疲れちゃうくらいの、すごい実績をつかなきゃね。そうだね、確か。超高校級の辛い時には、もう期待してるよ。なるほど。ちょいます。先頭打者を三球三振締める。どうでしょうか。これでいけるか。振り切った。おい。みんな振り出せない。会心ピッチャーにできたかな。確かに。これもよくて。次、こっち、頼む。ヒロミさんとバッテリー組んでいるのは、うちの生活死んである、ミレイちゃんのやつ。二人の友情の数は、人も多いのが、ここで語り尽くせるものじゃ。はないのであります。先日、聖典を取った後にじわじわ遠い、追われる展開に向かう対1打、勝ち越しの本気から逃さないでやんす。ここ一番で、ヒロミさんを助けるのにさ、話さなくて、伝えられて、作業の役なんでやんす。ほう。6回裏に、ライト方向に振っておいてもいいんですね。よっ。チーズのミュージアムの後。楽しみ2人挟んだけど。最後の時、どこかにまだチャンスやんす。次のバッターはエンチャンやんす。
ごめん、私が失敗したばかり。何言ってんの、ヒロ、大丈夫よ。私がチャンスがあるんですね、知ってでしょうか。うん、そうだ。タカはいつも私が助けに来ちゃうと思ってくれるんだ。ここはシモの買い物に収める感じなんです。そうなん。なんでライドにヒット。いつもか。まあ余裕で。今日緊急。PR。ヒロが頑張っているのは私だって少しがいいところにしたい。シャーベイ1日目クリアしたけど4日目までクリアしなきゃいけない。とりあえずここで終わっとこうかな。というわけでご視聴ありがとうございました。では次2日目からやっていきます。